どうもこんにちは。おかまいまいとひどんなです。あんた誰？りゅうきです。エグプリのりゅうきです。今一緒に組んでるユニット。あ、そうなんだ。すっごいいらないみたいな。なんかちょっと考えた方がいいよひーちゃんね。ちなみにここはおかま友達なんですけど、 そのおかま友達がいやいや組んでるユニットのね、ほらおかしいおかしい、エグプリチャンネルを本日はゲストに迎えて、なんとこちらですね、浅草のお店は熊取屋ですね。はい、これ熊取本舗に、はい、これ逆向きなので、これこうですね、こうです。ゆきさん回してください。いや、ちょっと布が、はい、こっち早速入ってきたいと思います。皆さん、こちらが店長さんです。見てこの笑顔見て、もうやる前からもう気分が晴れやかになるという。じゃあさ、とりあえず今回はこのなんか、これが熊取のメインの一番の柄ね。そうね、これをやりたいと思うんだけど。何枚は赤にしたらいいかな。え、私赤、ほら目立つから。じゃあ私赤にします。私水色にします。あ、私水色ね。私が水色で、ゆきさんはちょっと茶色で。じゃあリュウキ、俺選ぶの一番地味な感じで。俺も選びたいんですけど。ダメ、もう背丈はありません。ないの、ないの。じゃあ決定権ありません。で、まいまい、ひーちゃん、ゆうき、余ったやつ、余ったやつ、余ったやつ。いや、余り物には福があるって言うからね。いいかもね。そうだよ。ババ色ね。そうそう、ババ色ね。うん。編集大変だから、あんまり口数さ、俺増やさないで。何も喋らないで。何も喋らないで。あの、こっちが、あの、振るから、振るから、振るから、そう。ちなみにね、このハゲ頭は、あの、このハゲ頭は、あの、お笑い芸人で。どうもすいません。もう始まります。始まります。エビゾーみたいな。エビゾーみたいな。もうグイグイやっちゃってください。グイグイお願いします。やっちまってください。何それ、何見たことない。説明受けよう。何ですかそれ。今これね、油ですね。これ油ですよ。油。ビンチキ油の、あの、お相撲さんが頭につけるやつね。それの硬いやつ。痛い、先生、こんなの。ちゃんと前が消えるようにね。へえ、いろんな道具があるんですね。このお椀は何ですか。お椀は、これはね、中にあの色の紅が入ってます。あ、これが紅が入ってて、はい、これがポンポンですね、はい、で、これがロウみたいなやつね。はい、はい、へえ。それでもう、あ、もう塗りますね。早い、冷たい、おはよう。あ、すごいすごい、すごい。ゆきさん、どう、なんだろう、雑ではないですよね。ほら、雑ではないですね。失礼ですね。早くしないとね、乾いちゃうんですよ。そう、乾いちゃう、そう、早く塗らないと無駄になっちゃいますね。無駄になっちゃう。そういうのちゃんと分かってくださいね。オーラからテクニック、オーラからテクニック。そう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 、はい、早い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 よ、本当に一緒に。ってこと、私すっぴんになっとらなきゃいけないってこと。アホだね。あ、そうだ、アホだねっつって。あ、大変よ。いい感じよ。これ欲しいね、もう前々で、ね、眉毛しないやつ、これね、ちょっと一回下がって、これ大阪で買うんでしょ。大阪で買ってないんですか。売ってない、大阪で買う。やっぱり同じようなこう舞台の化粧屋さんのとこに行ってるんですか。大阪でも一軒だけで作ってるんですよ。一軒だけにもある。どこに売ってないんだ。あ、売ってない。なんていう商品なんですか、それ。これね、石練りって。石練り、なんか我々のメイクの時も欲しいよね。石練りね。石練り、石練りです。スピード勝負なのね。そうですね、ここまではね、スピードで乾く前に、叩いちゃわないとムラムラになっちゃう。上手でも当たり前でしょ。プロなのよ。プロなのよ。そうよ。そうなのよ。そうよ。水色綺麗。綺麗だね。うん。このね、はい、色の違いで今、はい、今の戦隊もの、よくウルトラマンとか、ああ、なんとかレンジャーみたいな。レンジャーみたいな。はい、で、あれで、まあまあ歌舞伎の熊取りから来てて、色がいいものが赤。あ、ね、本当だ。で、悪いのが大体青いというのが、もう基本で。私言ったじゃん、赤いんじゃないのって。なるほどね。あ、じゃあ私正義の味方なのね、この後。そうです。待って、あれ、じゃあ水色くんの茶色ものですか。やったまあまあ潰すわ。やめろーっていうか、私負けそうじゃない。負けそうよね。残りの髪全部引っ張ってやめてやめてー。こらずらは
大事なんですか、ズラは。ズラは。取ったらいいですね。ズラが、汚れても、汚れてもいいの汚れちゃう。いや、なんか、でももったいないところにいつもつけてるんですね。ズラがね。ズラは取った方がいいですか。そうですね。あ、本当ですか。ですか。ちょっと取りますね。ピン止めが、ピン止めが、ピン止めが、ちゃんと取って、ちゃんと取って。ちゃんと取って。わあ、びっくり。待って、これ髪の毛縛らなきゃじゃない。雨の夜が過ぎる。ほら、ほら、ほら。山下達郎。縛っとけばいいですね。全然違う人が現れたかな。違う人が現れた。そんななんか妖怪みたいに言わないで。妖怪みたいに言わないで。でもそれはそれでまあイケメンだよ。本当ありがとう。あ、じゃあバシッていっちゃってください。白髪いっぱいあるんだ。あったかい。白髪って言わないで。すごい上がって上がるわね、眉毛がね。あ、そっか、私といえば眉毛も赤いんだった。大丈夫ですか。皆さんメイクしてても大丈夫です。あの、プロですから。落とした後がね、皆さん困るんですよ、うん、あ、どうするかってこと。あのね、結果あの、みんなおばさん方、うん、みんなやるんだ。宴会というか、うん、観光に来てね、いかがですかってやった後がね、グミつって、うん、やった後が困る。なるほどね。耐えれない。すっぴんで落としちゃうと。あーあー、そっか、すっぴんになっちゃう。みんなね、だからこれ別に前は別にすっぴん、私は大丈夫だけど、じゃあ皆さんに見るときにしょ、皆さん体験するときはすっぴんになることを考えて、それか自分のお化粧品を持ってきて、お化粧品を持ってきて、それかすっぴんじゃなくてそのまま熊本に帰る。熊本に帰る。でも本当はこのまま帰るようにちゃんとあの落とすの全部セットでお土産で渡して。あ、そういう話。皆さんだから熊取りで帰ろうね。あ、確かに前回です。あ、目つぶれました。これで帰っちゃうね。これで帰る。電車乗るの俺たち。あの、平気で乗ってますよ、みんな。ねえ、何が恥ずかしいのよ。大丈夫、俺も上野から来て。自分の顔じゃないから全然平気なんですよね。生で面白くない。生でね。2月さ、節分でしょ。ちょっと待って、みんなすごい普通に喋ってるけど。ごめんごめんごめん、綺麗ね。節分で鬼のメイクしてもらおう。それいいわね、生放送でね。うん、毎小顔なんですね。うん、小顔かわいい、うん、かわいい。ちょっとほら、1個前がさ、ちょっと顔でかかった。汚いな。顔でかい。ちょっと小顔に見える。まあね、前はモテるのよ。女装したら結構モテるのよね。前前ね。綺麗ですよ。綺麗と。あ、綺麗ですか。綺麗について。あら、ほら、嬉しい。綺麗だって言われてるはんね。本当。私ルキさん、何もなかった。何もなかった。あ、でも私本当こういうのこれ初体験だから。仕上がり楽しみね。歌舞伎役者みたいな。名前何する？そっか、考えないと。ね、どういう名前にする？なんかもう喋れないわね。僕は前です。どういう名前がいいと思います？何がいいですかね。名前ってああいうのってどうやって考えるんですか？本名から。いやいやいや、もう昔からのある家にもう名前がない。ああ、そっかそっかそっか。そっからだん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 。ああ、決めていくんですか。なんか名前あります？何がいいですかね。なんか命名してくださいとかじゃない、イメージとか。おかまなんで、なんかするんちなんだろうな、そういう名前があれば。なんとかかまえもん。あ、かまえもん。かまえもん。ごえもんのね。かまえもんいいわね。じゃあ私、かまえもんでね。かまえもんね。うん。あなたはどうします？ハゲもんとか。ハゲもんとか。何がいいの？もう一工夫ないですか？なんかあります？何がいいんですかね。ひーちゃん、中之助でいいんじゃない？やだ、何それ中途半端な。中性だから中之助だ。やだ、そんなの中之助。抜けサブロー。あ、抜けサブロー、抜けサブローか。うん。髪の毛抜けちゃってるからね。あ、そっか。いいね、それ。いろんなもの抜けちゃってる。知識もね。アナザイモンってどうかしら。アナザイモンはやだ。何よ、いいじゃないの。アナ太郎でいいじゃん。よくない、アナザイモン、どう？だって笑えない。あそこがね。下品ね。で、そうそう。ね。加え太郎とか。あ、加え太郎。いいわね。加え太郎いいわね。ちょっと乗りますね。加え太郎いいね。私、加え太郎にするわ。玉三郎で、僕は玉しゃぶろう。あ、いいわね。玉しゃぶろう。え、どういうこと、この店は。ねえ、
いいわね。普通に言ってんすよ、関係で。こうしろ、ああしろ、こうしろってね。うんうん、そんなもんよ、前は。うん、前はそんなもの。本当ね。本当、本当、本当。でも、このぐらいアットホームな方がやる気で楽しいかもね、この体験に来てね。そうそうそう。うまくまとめました。何やってんの、リュウキさん。はい。はい。まだ終わってないでしょ、私まだ。これからでしょ。あと口ね。あと口。うん、はい、口。あと大きくこれですか。あ、どういうこと。あ。何？あ？お似合いですよ。そう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 。赤鬼、青鬼で。え？人間食べてるんです。そうです。肩をね。肩。目の前の肩だけ。ね、母さんお肩が凍るのよ、プチ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 シルバーよ。はい、じゃあそれでは3人同時に振り向きたいと思います。はい、はい、それではせーの、じゃーん、どうびっくりよね、これ。そうわかんないわね、これじゃね。これで出歩くの。これで出歩きたいと思います、これから。大丈夫よ、どう、私たちもうこのままなんか舞台に立てそうね。そうね、ね、あんた、うん、あれ悪役よ。悪役でもなんか私も悪役よ。そうか、そうか、悪者なんだって。大変、私が成敗してやる、みんな。こんな素晴らしい体験、だんだんちょっと寄ってきてるんだけど、だんだん寄ってきてる。どう成敗するのかしら。本当よ、そうよ。あの、夜の世界でね、つって。あら、リュウさんどうするの。どう成敗するの。どう成敗するの。そうよ、いいわよ、いいわよって。待って、こういう番組じゃないんだけど。やめて、やめて。名前決まったのよ。あ、そうです、名前が。襲名しました。襲名いたしました。名前は、なんだっけ、カマノスケ。カマノスケ。カマノスケ。あなたは抜け三郎です。あたし、玉しゃぶりょうです。ピーです。ピー。あ、じゃあちょっと本日は、くまり体験ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、シンプルに顔だけやっていただいたんですけど、はい、この店には基本的に大体どのようなプランでご対応されてるんでございますか。ですね、はい、まあ、もうお化粧して、まあ、くまどりを取って終わるというパターンと、はい、あとはまた、あの、獅子ですね。獅子、お獅子、あの、こういう、あ、あの、このポン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 みたいなやつ。はいはいはい。あの、支度をして、ほうほうほう、まで支度をすることもできます。できます。はい、できます。はい、で、あと、もう、今、はい、制作中なんですが、はい、オイランですね。オイラン、はい、それもできるようになりますので、皆さん、後日、今後、オイランがプランで含まれます。はい、あと、バカ殿ですね。バカ殿もできます。はい、あとは、それ着替えるプラン以外はなんか写真と あ、こちらですよね。はい、こういうの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 、こういう T シャツに、あの、 T シャツに、この顔が、はい、皆さんの顔が T シャツにすることが可能ですね。というサービスがございます。はい、バッチとかね。バッチとかね。これはバッチとかね。これは後で何ですか、写真かなんかを撮って、はい、こちらさんでお願いしたらなんか郵送とかですか。はい、そうですね、出来上がったら郵送するという、はい、っていうサービスがございますので、はい、皆さんぜひね、ただメイクするだけではなくて、はい、記念を残せるという、オリジナルで、まあ、オリジナルで作れるという、はい、だからぜひこのような楽しい体験とね、グッズを取り揃えてみてはいかがでしょうか。はい、そしてこちらの、あの、素敵な素敵な笑顔の店長さんがいらっしゃいますので、何のね、高い敷居もなく来れることで、あ、お手軽な値段でね。よろしくお願いいたします。ぜひ来てくださいね。はい、来てね。はい、どうも、今日は熊取り体験で顔を全部、あの、ポンポンポンにしてみたの、こちらエグプリのリュウキさんよ。茶色は怪物役だったわね。歌舞伎って皆さん見たことあるかしら。これはひろんなちゃんよ。水色がすごい悪役、悪役みたいな、一応いる表記なんで、表記やめろ、やめとけ。あ、このね、赤の正義が、この正義の役のマイマイが、うん、ちょっと、あの、あの、ちょっと、あの、頭皮はぼやかしといて、これはやめとけという感じのね、熊取り体験だったんだけど、この今やってるのが、あの、ね、あ、布にね、あの、化粧をしてね、これをプレゼント、うん、これのプレゼントサービス、あと、あの、メイクと落としとか、うん、そういうのもサービスしてるから、安心して来るがいいんだよ、そう、ここのお店にね、うん、だけど女の人はすっぴんになること気をつけないといけねえんだ、こら。